元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は以前制作した丸ノコとトリマーで使うハイトゲージの作り方と解説をご紹介します。このゲージは丸ノコの刃の深さやビットの高さを調整するゲージです。通常刃の調整に使うのは差し金であったりスコヤを使ったりします。でも慣れないと意外とこれが正確にいかなかったりします。そこで簡単に調整できるのがこのゲージです。このゲージを使わないで刃の調整をするときは、例えば差し金でこうやって当てて調整します。この時注意しないといけないのは、まずこれが直角であること、なおかつ刃の一番頂点、ここで測らないと簡単に 0.5 ミリとか1ミリずれてしまいます。これで調整が終わったなと思ってロックした時、実はここが 0.5 ミリとか動いてしまいます。わからないまんまカットをしてしまうと、実際掘るとあれ 0.5 ミリ短いなとか1ミリ長いなってことになってしまいます。トリマーでも同じで、トリマーの頂点っていうのはこの一番先の角が合わせるポイントになるんですけど、これも見る位置が変わると簡単に 0.51 ミリ変わってしまいます。そこで刃の頂点やビットの一番高いところに合わせやすいのがこのハイトゲージです。このハイトゲージは端材を使って製作しています。製作のポイントはここがまず直角であること、ここの平面も直角であること、これがまず第一のポイントです。2つ目に、刃を当てる部分には木よりもこういうステンレスのプレート、もしくはプラスチックの板とか刃が刺さらないように処理してやれば OK です。あとロックできるネジをつけた方がいいです。これはネジ式になってますけど、例えばくさびを打ち込んで固定する方法もありだと思います。それでは制作動画スタートです。
いかがでしょうか。ちょっとした道具でも意外と便利に使えるものってあります。今回のゲージもあるととても便利で正確に調整ができるので、もしよかったら参考にしてみてください。元チャンネルではこのようなジグ制作や制作動画、初心者講座などを配信しています。今回の動画が面白かったな、ためになったなと思っていただけましたら、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。